どうも皆さん、こんにちは。中作のゆきです。ようです。はい、というわけでですね、今回はちょっといつもと違った企画でもやってみようかなと思います。まあ、それに伴いね、ちょっとゲストの方に来ていただいておりますので、そちらの方のご紹介もしようと思います。どうです。お名前の方、よろしくお願いします。アパレルパターンナーをやらせていただきます。京子です。いや、何から何までありがとうございます。最近の動画でもほとんど出てると思うんで。連続で出てる。そうですね、あの、出演多数ということでね。2週連続、3週連続。どうなるかな、俺の編集次第。でも、3つ出るのは間違いない。で、今回はね、京子さんの方から企画いただいたやつなんですけど、ファッションショーをやってみたいっていうことですね。まあ、せっかくするなら、チューズスタイルっていうので、まあ、僕とレオで3方ずつで、計6方、僕たちのチューズスタイルっていうものを京子さんでコーディネートして、まあ、ちょっと軽いファッションショーみたいな感じで紹介できたらなと思っております。題して、チューズファッションコレクション!イエーイ!なんか、あれやな、おかしい。無観客での芸人の漫才ってこういうことない?でしょうね。何もないやつなんかただ一人テンション上げるって思ったレオが乗ってきてくれたら続けるしかないまあどうでもいいからってことはなんで、ね、早速やっていこうと思うんですけど準備の方は皆さんよろしいでしょうか。はい、じゃ早速やっていこうと思いますので皆さんお楽しみに。
というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとこう初めてのファッションショー企画ですけど、まあ、実際こうスタイリストとしてやるのは初めてじゃない。そうですね。お客さんと接客して、お客さんのスタイリストするけど、ショーの提案っていうのは今回初めてだから、まあ、緊張もしたけど、すっげえ楽しかった。なかなかな経験、ありがとうございます。ありがとうございます。暴れるって感じじゃない。そうですね。現場ってこういう感じ。もっとすごいやるけどね。まあでも今回のね、そのファッションショーで来てもらった洋服のコンセプトとかをちょっと軽くね、説明していこうかなと思います。はい。というわけで、レオ。まずグランドワイとキディルのパンツの合わせ、いわゆるアントワープ系を、ちょっと、なんかね、パンク入れた感じのテイストになってる。次にこのキディルのアロハシャツとネオンサインのパンツ。まあ、いわゆるヤクザチックな感じ、ちょっとやんちゃな感じを出したくて、こういう合わせにしました。で、最後のこのフードスのベースボールシャツ、ノーティー、で、マインデニムのパンツは結構普段使いしやすいような合わせにしました。まあ、いわゆるストリート系ですね。まあ、軽く説明するとこんな感じです。次はゆうきさん、お願いします。例のバトンタッチもらったので、次は僕の方の説明していこうかなと思います。まあ、根本的に言うかな、アメカジとか、僕はカジュアルなスタイルが好きっていうことで、まあ、今回それを前面に出したかったですね。あと、僕が好きな女性の方のファッションで、まあ、本当に自分の欲望そのままぶつけてばいいんです。いや、ちっちゃくでぶつけられたと思うんですよ。言い方やばい。でもやっぱ好きなスタイルだからやってみてほしかったのと、特になんかデニムのセットアップとか、そういう系って苦手な人もいるんで、そんなことないよっていうのを思っていて、中でもね、ガラシャツがいいやつって方、本当に多い。ガラって本当に使いやすいんですよ。まあ、よく見るとちょっとやばい柄であったと思うんですけど、実際ファッションショーで流れてると思う。遠から見ると、そんなに感じないと思うんですよ。そのヤバさっていう意味では。皆さん、毛嫌いせずに、どんどん挑戦してほしいって言って、今回アロフシャツの方を使用させていただきました。半分僕の好みなんです。で、最後にね、つなぎ。これ本当単純に僕が好きなんですよ。女の子のオーバーオールとか、つなぎの姿が。ただやっぱメンズ主体のアイテムなんで、どうしてもそのボリュームがでかい。なんで合わせづらいって思われる方多いんですけど、まあ、そういうところはベルトとか、ちょっとした小物をアクセントに加えてあげれば、サイズのギャップが出るといいですかね。なんか女性らしいシルエットも出せるので、今回それを使って、これ飛んでみました。まあ、全部言うと、本当に僕の好みの揚げ炊きスタイル。今風揚げ炊きスタイル。って感じですかね。はい、というわけで、まあ、二人のコーデのコンセプトで話させてもらったんですけど、まあ、それを踏まえてね、今回京子さんにお願いしたことがあるんですよ。はい。俺が一番好きやったかちょっと教えてほしいです。この今までやったロッコの着こなしの中で、この着方私好きだな、この格好をちょっとしてみたいなって思ったものをね、ちょっと発表していただけたら嬉しいです。わかります。じゃあ僕たちちょっと後ろ向いて待ってますので、よろしくお願いします。はい。何になるかな、こっちから。なんか言うやん。いじゃあまず視聴者さんにだけ、私が選んだのはこれです。これです。待ってくださいね。足で伸びるんですか。はい、どうぞ。お、じゃあ行きますね。何を手伸びるんですか。はい、せーの。イエーイ。そんな気がしてたな。なんかね、やっぱ幼児さんに憧れもあるし、こういう系統の服は、ね、生まれてから一度も着たことないけど、おー、あと勇気のね、部分のね、あれと悩んだの。あ、どうしようかなと思ったんだけど、着づらいからさ。それ僕の問題じゃないじゃん。それメーカー側じゃん。でも正直こう着て寝てたじゃないですか、いろいろ。本当に格好いいと思って。やっぱ普通に似合うなと思ったし、格好いいなと思ったし、で自分で言っときながらもう頭の中でなんとなく想像してたの。
デニムセットがこれかと思ってたの。あ、そうなんだ。バレてる。そっちの2つあるなと思って、その時に、あ、これじゃねえなと思ってた。だってノリノリだったよ。なんか本気で霧が入ってた。ちょっと待って、三角関係じゃなくて、こうやってるじゃん。やっぱりその2つが似合ってた。似合ってたのね。あ、そうなんだ。なんかこう、分かりやすくじゃないですけど、おばさん自身のスタイルに合ってたって感じ。だって違和感ないですもん、この格好。そうなんだ。だって、飛び切り癖のあるアイテムなのに、違和感なく着こなせてるってことは、その人のスタイルに合ってるってことだ。ハットのアクセントもすごくかっこいいし。ね、あまし俺は食べたくない。楽しみやってくれ。はい、もしこの動画が早くねえか。もっと嬉しいとこあるやろ。いや、先輩が出て嬉しいっす。ザマミロ。この動画の次の日からお客さんに負けてるのって言われて、もう先輩が出てまあ、参りました。よし、はい、この動画がいいと思ってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイ、またねー。